久しぶりだな、フランメ。気まぐれで育てた弟子が、もう孫弟子を連れてきよった。フリーレンだ。エルフか。望む魔法を言うがいい。一つだけ授けてやる。魔法使いというものは、人生をかけて望んだ魔法を探し求めるものだ。いらない。先生、この子はいつか魔王を倒すよ。きっとこういう魔法使いが平和な時代を切り開くんだ。ゲノ。問題ない。ありえないことだ。天地がひっくり返って破られる。やってくれたな、フリーレン。千年ぶりだというのに随分の挨拶じゃないか。魔法の世界では天地がひっくり返ることもある。